さん、こんにちは。ともきバニシングです。前回の動画ではね、名古屋西友高張店内にあるスーパーブックオフバザールにお邪魔しました。そちらでバレンシア工場製のデニムジャケットを買ったわけなんですけども、今回の動画は前回の動画では紹介しきれなかった店内の様子や古着、おもちゃ、そしてスニーカーなど、どのような商品があるのかをこの動画で紹介していけたらなと思います。それでは皆さん、最後までご視聴ください。なんか最近 T シャツ、改めてバンド T シャツ結構最近買ってるので気になる。おお、なんかキャラクターものから、おバルーカーズ、めっちゃかっこいいじゃん。ハードコアパンクバンド UK の。値段なかなかしますね。あ、これヴィンテージなんだ、ね、なんて書いてあるこれ。80年代だもんね。あ、スクリーンスターズ、ね、ちゃんとじゃあシングルステッチで袖元が。あ、そんなことまでわかるんですね、うん、だけどこれプリントすごい綺麗だよね。確かに、かっこいい、かっこいいけどちょっと手が15,000。バンティ出しても1万までぐらいかな。1万のバンティは買ったことないよね。そっか、最近は、今日は冗談だけど、お久しぶりに履いたけど、今僕はバンズしか買ってないんで。ああ、いいですね、配色もグッドで。1万5000円するの、これ結構いいやつなんじゃない？その多分いいよ。あ、なんかね、うん、柄も入ってる。ああ、本当だ。俺バンズ詳しくないけど、なんか US 企画とかあるんでしょう、ね。あ、見てこれ、上のチャックテーラー、ファイヤーパターンの。あ、これいいじゃん。それめっちゃいいね。ファイヤーパターン持ってないからなんか欲しいんだよね。あ、それめっちゃいいじゃん。9,000円って安いね。しかもコンディション良くない？それ。割といいね、これ。サイズは26。ちょっと入らん。俺入らんな、俺もう。すげえ量。これジョーダンだったら1と4が好きなんだ。あー、今日4だもんね。同じだった。4ある？あ、本当だ、一緒のやつ。あ、28,000、いいやつ履いてるんですね。ちなみにね、俺これ持ってる。あ、本当？うん、このオレンジもかっこいいね。オレンジこれかっこいい。え、22万すんのこれ。それは手で。あー、かっこいいね、この配色が。配色かっこいいね。なんかジョーダンってやっぱシンプルでかっこいいよな。そう、やっぱ最近特にね、シンプルなものが好きになったね。うん、あっちにもいっぱいありますよ。じゃあすごいね、この量。すごい。なんかさ、ほら、1個選んだ方がいいんじゃない？やっぱ、てっちゃんとかがさ、誕生日になんか用意してくれるかもしれん。あ、じゃあ、こちらなんて、いいんじゃないですか？あ、手頃な値段だし、まあ、ミドルだけど、ね、あの、パンツ外に出せばわからんしさ。最近みんな金髪だけど、バニシングカラーは赤と黒だからさ。元祖ね。鉄バニシングさん、お待ちしております。サイズ大丈夫？サイズも言っといた方がいいんじゃない？27かな。27？お願いします。じゃあ俺はさっきのオレンジのやつにしよっかな。ああ、22万。22万。いっぱいあるね。こっちのダンクもあるしね。なんかめっちゃいいもんがいっぱいあるね。なんだこれ、すっげえな、こんな靴あるんだ。面白いね。うん、面白いね。これもなんか面白いね。あ、すごいなんかグリーンな感じだね。40万。え？え？4万じゃなくて40万。40万。こっち60万だよ、これ。やっぱ変わったデザインだもんな。何なんだろう、これ。なんかのコラボかな。スニーカーの世界もね、すごいね。やべぞ、やべぞ。なんかこれだけでサムネになりそう。ちょっと、せっかくだからおもちゃの方も行ってみようか。僕はもうさっきからそっち行きたいばかりです。この野郎。さあ、おもちゃコーナーに来たわけですけど、これ何？ドラゴンボールだね。これひょっとしててっちゃんが好きなやつ？てっちが好きなのこの SH フィギュアーズっていうさ、可動式の。ああ、この間動画で出しとったやつ、これね。うん、俺もドラゴンボール好きだからね。いつもてっちにあれ今度出るね、あれ出るねって。でもいいんだよ、すごい、顔も変えれるしさ、腕とかも変えれるんだよ。すげえすげえ、下もこれ。これは一番くじとかプライスとかね。でもこれすごい、あれ猿。ああ、だって46,200円だよ。俺この牛マン欲しいな。これか。こっちにもいっぱい。おもりいっぱい。あ、いいな、これ。これ欲しい、めっちゃ。買ったら、行きます。でもこれ買うんだったら、ソフに買うな、これ。難しいんだよな。俺、おもちゃ全般好きだからさ、逆にね、あれもこれも手出しちゃうとさ。まあ、絞んないとね。それ悟空なんだ。悟空が大きくなって初めて登場するときのやつ。これいいな。これドラゴンボールでしょ、これ。これ違いますね。これ決めすべるやつ。ドラゴンボールでしょ。どう考えても。バールね。これはドラゴンボール GT のあれ。それ違う、それも鬼滅の刃みたいなね。煉獄さんだよね。煉獄コロアキ。ノーコメント。いっぱいあるね。ああ、面白いね。俺これ持ってる。俺の推し。推しのキャラクターってこと？コビ。
コージとコビーってことか。そういうわけじゃないけど、このキャラクターが一番好き。すごいの見つけた。お、ガンスだよ。レトロゲームだ。ゲームボーイってこんなするの今。価値あるんだね。へぇ、ちょっと待って、2万円すんのこれ。ゲームボーイライト、ライトか。俺知らないわ、もうこれ。ライトってめっちゃなんか明るいんじゃなかったっけ。軽いってことじゃない。あ、軽い軽いわ多分ちょっと薄いしさ。視聴者に任せようかそこは任せよう。もうこんなん俺持ってたけどね、ケイウッドの MD プレイヤーなんて。あ、よくわからんゲームとかあるよね。MEC ってなんだろう。見てこれ、メガドライブね。メガドライブは知っとる。これメガドライブだよね。面白いね、確かに。普通のウォークマンだよ、これ。個体がもうないから珍しいと。俺んちあると思うけどな、実家。あ、ほんと。すげえ、ここ全部ハーレーティー。ここも、あ、ここもまだまだハーレー。ハーレー乗ってきちゃってる。うん、ハーレーコーナー。俺ハーレー詳しくないんだけど、めっちゃ流行っとるじゃん。あ、そうなんだ。若い子みんなハーレーの T シャツこぞってね。メーコンもシャクショーだ。あ、そうなんだ。まだ続くよ、ハーレー。ここから、あ、そんな、じゃあやっぱそんだけ需要があるからお店に置いてあるんだ。すごいね。確かになんかこんだけあるとかっこいいと思っちゃうし、値段もお手頃だし。はいはいはい。ここからここまでハーレーじゃん。ハーレーダビッドソンとか。あ、書いてあるんだ。本当だ。あ、そんだけ今人気なんだ。めっちゃ人気だよ。これかっこいいなと思ったら14,000円。うん、かっこいいね。やっぱかっこいいと思うやつは高いんだ。シングルステッチって古いんじゃないの。80年代とかの。このタグがハーレーダビッドソンってかっこいいよね。この8,000円だけど 30%オフ。2,400円オフですよ。これなんかそそられるの。ど、ど派手だね。ど派手。どう、もう、もう分かんないですけどいいとは思うよ。派手だなって。結構ね、あり。コージ君多分似合うと思う。結構いいよ、意外と。もうちょっとサイズでかかったらいいけどね。まあでもこれからの時期、そのアイスブルーのデニムに合わせて。このレイザーが気になるってこと？気になる。値段によってはちょっと欲しいなと思って。T シャツから始まる音楽ってこと？そうですね。なんか知ってるけど聞いたことちゃんとないから。ああ。T シャツ買ってから聞いてみようかな。さあ店員さんに撮っていただきましたけど、いくらでした？6,600円か。ちょっと値段迷うな。多分そこまで動くものじゃないから、一回聞いてレイザーを。そうだね。めっちゃ嫌いかもしれんじゃん。はぁと思うぐらい嫌いかもしれん。なんか昔からドールってさ、パンクの雑誌にさ、ディスクレビューが載ってて、気になっててさ、うん、逆に音源じゃなくて先に T シャツ見つけちゃうって。いや、デザインかっこいいなと思って。俺のデニムと一緒に買ったら、割引とかないかな。今日は探してません。ちょっとね、革ジャンが何個か気になってもらったんで、豊橋で買ったやつと似てる方なんだけど。まあな、結局似たようなの欲しくなっちゃうんだね。うん、でもこの、いいな。ああ、どうだろう、サイズ的にはいいのか。そう、38だから。でもちょっと、うん、でもちょっと丈が長く見えるね。そっか。あと、俺の G1 はこれがないから、これが欲しいんだよね。そうなんだね。あとは、よくわからない。今まで来た中では一番変じゃないかも。ほんと？ちょっとなんか、ヴィンテージ野郎っぽい。そう。でもなんか、また違う感じで、面白いけどね。ちょっとあ、もう何、なんていうの、映画系？映画系ファッション？映画系ってジャンルいいね。映画系ファッションかな。映画のやつが着てそうって。うん、そう。ハリウッド系ファッション。ハリウッド系ファッション。こうね、切り返しとかいっぱいあってさ。あ、そうそうそう、こことかね。なんかまた全然違う人みたいだね。本当？違う人なんじゃない？うん、違う人かもしれない。初めまして。あ、3,000円だって。おお。ゴールデンステートレザーファッションです。メルシャツ、それどこのやつ？あ、ファイブブラザー、90年代のタグ、はい、俺も好きでさ、そのブランド、可愛いなと思って。ジーパンと合うわ。いい感じいい感じ。そのデニムと合っとるし、コージ君にも合うわ。本当、色合いも、うん、丈感もいいじゃん、ね、あ、660660、めっちゃ綺麗。いや、僕はね、これ505だね。やっぱこれ嬉しいんですか、これ。いや、もうこれを見たらもうなんかよだれ出る。ああ、はいはいはい、これ UC が入っとったやつ。もう僕は全然わかりませんけど、フレアなんで、これ。はいはいはい。あ、続々すみません、ありがとうございます。え、安っ。そっちも欲しくなっちゃう。え、これめっちゃ状態いい。フェードがめっちゃいい。
ちゃいいじゃんこれ。そうだった。あ、でもかっこいいね。66前期も今すごい値上がりしてますもんね。後期、はいはい。これ僕一回見たことあるんですよ。やっぱエラーなんですね。これ前期にはなるんですか。一応後期になる。後期になるんですか。お客さんから後期扱い。そういうことなんです。いやこれちょっと一回これ試着してもいいですか。また試着するんだね。はい。入っちゃった。入っちゃったんか。やっぱヴィンテージの質感が全然違う。うん。あ、いい、なんか良さそう。やば。それも買うの？まあまあ悩んどるレジに来てからまた悩むっていうね。本気モードになった。いいもん出されちゃった、ね。うん、この人ずっと悩んでます。僕もう急に出てくるずっと悩んでるんで一回動画止めて僕はもう座ってましたけど、うんうん、ね、悩ましいところだね。これだってこんな程度いいのなかなか見んもん、ね。まあ運命っちゃ運命だけどね。めっちゃいいけどね。っていうかブックオフスーパーバザール声優高張り店さんめっちゃいいんだよ。あんま教えたくないけど、うん、みんな来てください、ね、俺が言うのも変だけど、ね、いやすごいよくしてもらってるね。よくしてもらってちょっとね、でもやっぱ今俺が育てるべきはこの、あ、そうね、リーバイスヴィンテージクロージング。そうだね、いろんなこれをいっぱい履きたいんで。そうだね、まあ今、うん、ちょいちょい買ってるけど動画のために買ってる部分もあるから。あ、はいはい、うん、まあ、これはちょっと今じゃないと。今じゃない、まあ、じゃあね、今じゃなかったらもっと高くなると思うけど、うん、その時はその時。そうね、うん、苦しいけどね。はい、諦めます。はい、解散といかんのかな。はい、そうだよね。はい、バンド頑張ってな。そうね、うん、みんなでメイクマネーして、はい、ラッパーみたいに。はい。うわー、これはビッグイーですね。ビッグイーの後期というか、はい、見てこの今60年代。ああ、そう、60年代かがこんなに綺麗な状態で残っとるなんて、やば。ノーダメージノーリペア。あ、その色が残ってるとまあ価値も上がるし、まあ、ということなんだ。まあそれはそうか。でリペアが多いとカスタム好きな人もいるけど、価値はまあそれなりに。しかもこれチェーンステッチだから多分そんなに裾上げしてないと思われる。やば、はい、履いたら最後だね。行っちゃうわ。めっちゃいい。これだったらまだノリ付けしていけそうですよね。まだ初押しとかつけれるよね。あ、その60年代のものでまた蜂の巣つけれるの？色が濃ければね。はあ、うん、そういうことか。やば。これこの間来た時ちょっとショーケース越し見て気になってたんですよ。そうです。でも何本も何本も出してくれとは言えなかったんで。うわー、これは、いやいや、ありがとうございます。ダメージのきついやつも俺は好きなんだけど、ね、あ、お宝です。そうね、ショーケースに入ってるもんね。ちなみにこの7050、俺がこの間買ったやつのもっと綺麗な状態見たけど、4万8000円今安い。安いんだ。安い。で、ちなみに俺が今日買わせていただいたやつのオリジナルがこれ。あ、オリジナルなんだ、うん、これがオリジナル。これがほ、でもこの11万って俺安いと思う。今これぐらいの色だと20万30万する。あ、これのオリジナルは。へ、それぐらいね。ここはもういいブースです。あ、そうなんだ。だ、見に来るだけでもね癒されるね。そうなんだ。うっ、対戦、え、ジャケットですか。あ、あ、シャツ、デニムです。え、いくらだったんですか。店頭では220万。あ、やっぱそういうレベルになるんですね。でももうそういう世界ですもんね。あったんすか、同じ市内に。本当に先月までありました。先月来てないの。来てない。あ、この市内に、名古屋市内に同じ空気の中に対戦モデルがあったと。あ、興奮するんだやっぱ。興奮せずにはいられないよね。はあ、また入ったら本当に無理して買うかもしれないですけど。また来ていいだろう。ありがとうございます。じゃあ本当に今日は一日ありがとうございます。一日ありがとうございます。本当ありがとうございました。マジで。また買い物来ます。ありがとうございます。